兄嫁さんがトメにいびられてた。気づいてなかったけど、私もいびられてたらしい。らしい、というのは、私は物事に熱中すると、他のことが耳にも目にも入らなくなる傾向があるので、気がつかなかった。あと、興味のないことは、あまり脳みそが理解しないアホだったから。嫁として、どうなのかとは、自分でも思うけど、結婚当初から、私は、トメに興味がなかった。トメにいろいろ話しかけられてたけど、はぁ、と返事して流してた。これが、嫌味だったらしいけど、脳みそが咀嚼してないので、不愉快にはなってなかった。でも、兄嫁さんは、人の話を興味持って、とてもよく聞いてくれる人。遠回しの嫌味も、すぐ理解してしまうくらい、察しと頭がいい人だった。私が、トメに嫌味を言われてるのを見て、人ごとながら心配してたらしい。兄嫁さんは、自分への嫁いびりと、弟嫁、私への嫁いびりの目撃とで、とうとう、精神的に限界に来た。ごめんね、弟嫁ちゃんを一人にしちゃかわいそうって思って頑張ったけど、もう無理みたい。と、義実家へ顔を出さなくなった。楽観的だった夫の兄も、妻の限界を見て、とうとう、トメを怒って、義実家に来なくなった。私の夫も、私を心配してたが、実家に行かないという選択肢はなかったらしい。そこで、ようやく、私もいびりに気がついた。というか、一連の騒動を見て、トメに関心を向けた結果、トメが嫌味を言ってることを理解した。でも、嫌味があっても、今まで、特に問題なかったし、こっちが興味を示さなければ、ないのと同じ。兄嫁さんが来なくなったことと、息子に嫌われたからか、嫌味と嫌がらせが、ますます悪化した。とうとう、靴を隠すとか、物理的な行動に出るようになってきた。今までスルーしてきたし、今更トメに対して、騒ぎ立てるのも嫌だったので。あれ？靴ない。探さなきゃ。義実家を家探し。靴を見つけても、トメが関係あるとも言わず。靴あった。よかった。で終了。そうこうしてるうちに、トメがどんどん暗くなってきた。ある日、これじゃ、私がいないのと同じじゃない。無視されてる。透明人間みたいに扱われてる。とトメが騒いで泣き出した。嫌味や嫌がらせを責められないことが辛かったらしいけど、そんなの私には関係ないやと思った。ああ、でも、これは使えるなと思い、スルー続行。トメが嫌味。私、はあ、でほとんど内容を聞いてない。トメが、私のリップクリームをゴミ箱へ捨てる。あれ？ないな。ま、いっか。うとも夫も、トメがこの頃、なんだか機嫌が悪いなと思ってる程度。我慢の限界が来たのか、トメが自爆した。弟嫁に嫌がらせしたのに答えてない。兄嫁は反応したのに、反応ないのが辛い。とうとと夫に泣きついたが、反対に、嫁いびりしてたのか。と責められ、家出した。家出した先は、義兄と兄嫁の家だけど、当然追い返された。近頃、トメは私を見ると、過呼吸発作とまではいかないけど、それに近い状態になる。でも、特に配慮はしない。気づいてなかった時はともかくとして、気づいてからの嫌味も、割とひどかったから。いくら嫌味だったとしても、相手の実親の生死に関わることについての嫌味は、許容範囲外。ちょうど、私の親が交通事故で入院した時に、下手に生き残って迷惑かける人もいるのよね。的なことを言ったので、